第10の球摩訶球へ突入した聖夜たち。しかしそこにゴールドセイントの姿はなかった。聖夜たちは一気に球を駆け抜けようとする。だがその背後から不意をついて、ヤギ座カプリコーンのゴールドセイントシュラが恐るべき手刀で大地を深く切り裂き、シリュウと他の3人を分断してしまう。お前が摩訶球を守護するカプリコーンのシュラ、他の3人のように飛べなかったところを見ると、俺が切り裂いた亀裂に恐れおののいたようだな。俺まで飛んでいたら、今頃貴様の第二の攻撃で地の底へまっしぐらに落とされていただろう。ほう、仲間を無事に逃がすためにあえてこの場に残ったというのか。こしゃくな、後悔するぞ小僧。お前もアイオロス同様、あの世に送り届けてやるわ。まさか前がアイオロスを。そうだ、恐れ多くもアテナ殺害を試みたアイオロスに天柱を加えたのはこのシュラだ。シュラよ、13年前、アイオロスが命に代えて守った赤ん坊こそお前が忠を尽くしているアテナ、その人だったんだぞ。バカな、アテナはこのサンクチュアリにおられるのだ。見えすいた嘘をつくな。だがお前はアテナの姿を見たことがあるのか。それは、黙れ口の減らないやつめ。二度と喋れんように首を落としてやる。このシリュウ、全力でお前を倒す。エクスカリバーの切れ味、身をもって知りたいか。行くぞ、ボザ優勝。甘いぞ、そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。そーら、ついでにクロスも全て剥ぎ取ってくれるわ。エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。喰らえ聖剣エクスカリバー。最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。今首を落として楽にしてやるぞ。なんだこの絶体絶命の時に、この男のコスモは衰えるところかさらに増大していく。このシリュウにはまだ残されたものがあるというのか。老師、お言葉に背いて申し訳ありません。このシリュウ、老師の戒めを破ります。シュラ、今から俺は老師に禁じられた技を使う。たとえこのシリュウの5体全てが飛ばされたとしても、俺は一人では死なんぞ。さあ、約束通りお前も連れて行くぞシュラ。この技はロザン交流派。交流派は我が体温ある老師に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無視の技。なんだと、ライブラの老師にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだシュラよ、セイントなら分かりきったこと。アテナのためだ。アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人。
その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、この紫龍一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは、どうやら俺は間違っていたようだ。許せ紫龍よ、アイオロスよ。紫龍、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽きる。そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか。なあ紫龍、紫龍よ。このコスモは紫龍、紫龍